茨城県を自由気ままに自分のペースで探検していく茨城だらだら探検隊隊長の龍でございます。いいね。チャンネル登録よろしくです。今回は北茨城市磯原駅に来ております。イルミネーションの情報が入りましたのでね、磯原駅に来ております。磯原といえば磯原海岸、ここに茨城百景に選定されているというね、二つ島という無人島があるそうなんですよ。で、なんと夜間ライトアップもされているというね、そういうことみたいなんですよね。撮影当時、二つ島の存在を知りませんでしたので、惜しいことをしました。はい。今度、必ず撮影にね、行きたいと思います。で、それからね、北茨城市といえば、関東の松島と言われている、伊豆良海岸。伊豆良といえば、六角堂。といえば、岡倉天心とね、こう続いていくわけなんですけどもね、伊豆良海岸も必ず近いうちに行きたいと思います。はい。ちなみにね、伊豆良海岸の最寄り駅は、磯原駅ではなくて、一つ下って大津港駅です。はい。念のためお伝えしておきますね。ということで、JR 磯原駅、イルミネーション、最後まで見てってくださいね。はい。それでは、続きをどうぞ。